オールドエース、うん、おぉ、ちょっと雨だから乗り入れに行きませんけど、ね、はい、なんて名前ですか？ゴンタです。ゴンタくん、ゴンタくん、ゴンタくん、うい、ゴンちゃん、どうも、大地です。いつもの自己紹介なしのパターンで、アナグマとヤジです。久々に一人一人3人揃いました。今日は南薩摩市にありますオート S キャンプ場に来ました。いい天気です。最高の天気ですという感じで、久々の3人で、皆さんソロキャンプで大地があのテンション見てました？今日は180度違いますよ。こんだけテンション高い、なんでみんながいるから。どうせスカイパイロット張るんだろうと思ってる皆さん、今日は違いますよ。今から設営をしていきたいと思います。あと今日は大きなイベントを控えておりますので、それもまた後から紹介いたします。では早速設営いきましょう。見てねじゃん、今日は5日のタープを張っていきます。タープ割りです。どう張りますよ。いやー、設営に時間がかかりました。理由は一つ、先にビールを飲むのを忘れてました。やっぱシラフで設営すると時間がかかることに気づきました。発見ですね。ではキャンプイヤー裸から見えてる最高だってなそれ出すなやばい、ね、ちょっとカメラの前でやってくださいよ。スッてやつでもあんま地味に、うん、もうそうやって手切るんだからね。おお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 おなんかいいですね、このモルックの並びが。モルックからのアナグマック。この刺身にお寿司、お寿司です。
フェザー作るときは一回こう深めのバッチリフェザーを作ってこれ折り込んであげればこう ストッパーになってこういうこう削りやすくなる感じ。へえ、うん。でまあ多分これ人それぞれやけど多分ちょっと斜めにして切ったりもしくはこうスライドさせながら切ったりすると。なんていうこうカールしたりとかま、うん、っすぐとかするのかな。でこのカールして薄いのがなんか作れたら結構ファイヤースターターがつきやすいみたいな。こんな感じフェザースティックっぽいクリクリってドリルみたいな。やりたい。一本切ってください。いいよ。ぐっと折り込んで短いと位置は多分ね、こう今動きで言うとめっちゃ動いてるんだよ。深く切ったりこう浅くいったりカーブ結構こねくり回しとるけんこねくるなってだからその、まあ、その別に何でもいいんだけどね。削りがライターで切り付ける。性格出とるやんか。性格出てるね。多分向いてないんでしょうね、うん、そもそもフェザースティック、うん、ただちょっと軽く角度つけてなんだろう滑らせれば薄く切れてくれるかっていう、この角をなんか薄くだからもう力もいらないよ。ちゃんとグッと握りすぎだったら、あー本当だ、まあ、この多分細かいのは多分フェザースティック最初に火がついてもうこれすぐ消えるからこういうちょっと分厚いのがあれば、うん、燃えてって大きくなるから。なるほど。だからもう多分まあ極端に言ったらこんなんでもいいの、うん、燃えやすくするんだったら薪が。なるほど。これでもここに火ついてくるから、うん、だあんまこう細かくしなくても別にいいのかなっていう。結構やってる人が大して大事と変わらないんじゃないかって。こっちが綺麗か刃先でやるタイプの人間だと小手先で小手先タイプ。もう一個なんだろう多分力が入りやすい場所はこの人差し指握っただけの人差し指のこの辺り、ここら辺がまあ本当は力が入りやすいポイント。力が入りやすいのがコントロールしやすいので。あ、なるほど。ナイフの刃先の人差し指のこの部分ですね。はいはいはい。まあ、コントロールしやすいかもしれない。ここのとか先っぽとかよりも多分ここら辺の方がちゃんとしやすいかな。そんなあるんだ。アナグマちょっとぽいじゃん。ほら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 フェザーっぽい。あのクソフェザーよりはぽいよ。誰がクソフェザーよ。クソクラリクソフェザーよ。ほら火つくのかそれ本当に。
あれ貸してください、バーナー。バーナー、バーナーでつけたらそれ誰でも違う違う、端っこにシュッてやるわけ。壊したくない。お、2、あ、見せてください。お、めっちゃ綺麗。あ、綺麗綺麗。あ、いいですね。いい感じ。皆さん、これユニフレームのテーブルとスームルームの僕がこの間紹介したテーブル、高さ一緒なんですよ。連結して幅もほとんど一緒なので、リビングみたいな、したリビング使いみたいな感じで使えます。全力疾走、はい、トイレ行くときは全力疾走、全力疾走、走って走って、ちょっと出てきたところをうわっってビビらしてる。おう、1,2,3,はい、決して捕まえる。だいたいここは3メートル離れて、はい、12点、はい。